正委員会御中、はい、異議申し立て書、異議申し立て総代、坂上武史、総代満田環奈、総代高木昌司ほか、1973年から、異議行政福祉審査法の規定に基づき、異議を申し立てさせていただきます。九州電力株式会社、仙台原発1号炉の高経年化技術強化等に係る、原子力施設保安規定変更認可申請、の認可処分に関して異議を申し立てさせていただきます。詳細、異議申し立ての理由については略しますが、今回私たちは、仙台原発1号炉について、九電の補正申請からわずか1ヶ月程度でですね、審査を終わらせてしまって、再稼働の予定の直前に8月5日に駆け込みで、認可を下したことについて、重大な懸念を持っています。補正申請で追加された耐震安全、性評価というのは SF2 が加わってですね、配管の腐食減肉を想定した費用の評価で、許容値1に対して 0.991 という、許容値ギリギリの危険箇所が見つかっていますが、これが周辺の同様な対象部位と比較して本当に、最大値であるのか、ばらつきや深さが考慮されているのか、あるいは、現地強化を行っているのか、そういうことについて、疑問がございます。外部有識者から意見を聞くといった措置も取られておりません。追加となった基準、地震度 SF2 についてもですね、評価をするというふうにしているんですが、実際にはですね、SF1 による評価が厳しいと考えられる部位についてしか実施されておらず、全ての部位について基準地震度 SF2 について、評価を行ったわけではなく先送りにされている現状です。そして、現場検証についても7月3日の補正申請の内容やその評価が妥当かといった、視点での現場検証は行われておりません。で、以上により、今回のその審査そして認可というものは、原子力等規定法43条の3の2、第2項原子力規制委員会や保安規定が、発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときには、全校の許可をしてはならないという規定に基づいて、取り消すべきだというふうに考えております。以上、異議申し立て書および、議員書、1973年の名簿をお渡しいたします。お願いいたします。はい、お願いいたします。ご検討ください。はい。